パリ社交界の花形となったショパンが、運命の人ともいえる女流作家ジョルジュ・サンドと出会ったのは1836年、彼が26歳の時でした。二人の仲は急速に深まり、同棲が始まりますが、子持ちのサンドとの関係はたちまち社交界の噂になりました。1838年の冬、結核に侵されていたショパンは療養のため、サンドと彼女の子供たちと共に地中海の島マヨルカ島へ出かけます。そしてそれはまた愛の逃避行でもありました。冬でも比較的暖かいこの島は、病気のショパンにとっては天国と言ってもよく、最初のうちは非常に快適な生活でした。しかし天候は次第に崩れ、近年まれに見る大雨と低温が続くと、療養に来たはずの彼の病状も悪化してしまいます。そんな中でもショパンの創作意欲は衰えず、軍隊ポロネーズや前奏曲集の作曲に取り組んでいます。病弱で女性的ともいえるショパンにとって、サンドのような大しくかつ母性的な女性の存在は必要不可欠となっていまして、事実サンドのショパンに対する看護は母の愛にも似た献身的なものでしたが、寒さに震えるショパンの病状は回復せず、数ヶ月後にはパリに戻らなければなりませんでした。